皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。二の国白き聖杯の女王実況プレイパート42やっていきたいと思います。はい、一つ流れの笛を入手するため、前回はババナシアで聖なる木片を入手しました。で今回はね、ニャンダル国王に笛を削ってもらおうということで進めていきたいと思います。で撮影以外で簡単なクエストは一通り終わらせたんですけれども、まだイマージェンを倒したり、仲間にしたりといったクエストでちょっと苦戦しているところでございます。さて、前回から少し変化というとですね、マルが新しい武器、この天空のハープを装備しました。レカの町で、レシピを聞いて、まあ、その周辺でね、素材も集まったので、すぐに作りました。さてさて。では、目的地が、お城。ニャンダール国王に会うのも久しぶりですね。おや。次は猫王様やな。しかしこの城も懐かしいな。うん、初めて雫と冒険した国だもんね。思い出話はいいけどよ、次はちょっと時間かかるかもな。うん、この聖なる木片を笛の形に削ってもらうんだもんね。え、あれない。なんやって、どっか落としたんかいな。違うよ、さっきまで持ってたんだから。ってことは泥棒か。え、そんなジャイロみたいなこと今蒸し返す話かよ。たくお前に預けたせいだろうが。私はずっと持ってたもん。二人とも喧嘩してる場合じゃないよ。早く探さなきゃ。ああ、誰か見とった人がおるかもしれん。久々に聞き込み行こうか。よし。と言ってもなんかイベントは発生してるんですよね。本当にわかりやすいですよ、あの辺り。誰かに聖なる木片が取られてしまった。特にここに来るまで誰かにこう接触したりとかもなかったんだけどな。入り口の方かな。カラス召喚。いや、いらっしゃい。どうしたんだい、そんなに慌てて。いやな、俺ら大事なもん盗まれて。おーい、見てみよ、オリバー。聖なる木片、それどこにあったんですか。あ、ほんとだ、これだ。これかい。お目が高いね。美しいだろ。なかなかお目にかかれるものじゃないよ、これは。なかなかも何も、世界に一つの代物やで。それ僕たちの大事なものなんです。でもさっき誰かに盗まれたみたいで。ま、待ってくれ。たった今高値で買い取ったばかりなんだよ。せやからたった今盗まれたんやて。確かに盗品なら問題だけど、こんな貴重品みすみす手放しやし、手放せないしね。あ、そうだ、これ誰が売りに来たんですか。ああ、ネズミ族の少年だよ。丸い眼鏡をかけててね、いつもこまごまとしたものを売りに来るんだ。丸い眼鏡。しかし泥棒するような子じゃなかったはずなんだがな。そうだ、君たちの話が本当なら証拠を持ってきてくれるかい。証拠？証拠って。オリバー、そのネズミ捕まえるしかないやろ。そうだね。必ず証拠を持ってきますから。ああ、早くしておくれよ。売られちゃ困る。ね、次にこれ、この木片逃したら次に入手できるのいつになるかわかんないからね。星マークついてる。ここじゃない。ああ、そっちか。多分ここじゃなくて、この上じゃないかな。ここでしょ。
いてていていていてた。東海いる？ん？お前ら。おい、根津子、お前だよな。聖なる木片を売っ払ったバカは。ちくしょう、見つかっちまうなんて。このマグール、一生の不覚だ。マグール？なんで泥棒なんてしたの？うるさい、やい。オイラにはお金が必要なんだ。オイラの夢のためにな。夢のため？だからって盗んでいいわけないじゃない。だいたいどんな夢なの？ふん、こんなチビネズミが自分の夢語ったとこで笑い物にするだけだろ。誰が言うかよ。なんやこの子、被害妄想も甚だしいな。ま、ここまで追い詰めたんだ。とっとと捕まえて店に戻ろうぜ。待ってみんな、ちょっと気になるんだ、誰かに。うん、誰かに似てる気がして。あ、もしかしてホットロイドの誰かと魂を共有してる？うん、そんな気がするんだ。誰なのかはよくわからないんだけど。ねえマグール、君の夢の話もう少し聞かせてくれないかな。おいお前、ガキのくせに上から目線かよ。人形と一緒に寝てるお子ちゃまのくせに。あれ？そうだっけ？違うよ。今は一人で寝てるよ。どうせ夜が怖いからって宿屋にも人形を持ち込んでるんだよな。毎日一緒に寝てるんだよな。違うって言ってるだろ。雫と、ね、一緒に寝てたのは去年までだよ。あ、いやー引っかかった。ああ、こいつ女の子のまで恥ずかしいんだ、お子ちゃま。ちょっと、今は違うんだから、あんまり言わないでよ。マーク。は？マーク？こいつマグルやで。あ、ごめん。今の言い方そっくりだったんだ。マーク、いつもあんな意地悪ばっかりしてて。あ、そうか。ということだよな。何にこそこそ喋ってんだ。いいか、お前らに捕まったりはしないんだからな。あ、てめえ。はぁ、困った子だよね。でもどうしよう、オリバー。あのさ、マグルと言い合いになって、さ、わかったんだ。だって一緒なんだもん。寂しがり屋で強がりな僕の昔からの友達マークと。ああ、俺も知っとるわ。魂を共有してるのに片方だけが悪ガキになるはずないで。なるほど、向こうのあいつに何かあって泥棒になっちまったってことか。うん、マーク最近会ってないし、やっぱり気になる。ホットロイドのマークだね。オリバー、急ごう。オッケー。あ、しまった、ゲート。マークに一体何があったんでしょうか。で、悪ガキっぽい空気はあったけど、そんなに、なんだろう、ね、人に迷惑かけるようなやつに思えなかったんですが。さて、マークの家に行けばいいかな。いいかな、もう何も星マークついてんだけどね。ここだね。いた。マーク、その声、オリバーだな。俺に仕返ししに来たのか。仕返し？どういうこと？俺の夢はさ、俺だけの車を作ることだったんだ。どんな乗り物よりも速くてかっこいい俺だけの車さ。うん、僕だってそうだよ。でもその夢が人を殺した。俺のせいで、アリーおばさんは。違うよ、君のせいじゃない。おい、オリバー、やばいで、こいつの目。まさか。ナイトメアか。夢を喪失した者、マークメン。今度は夢か。とりあえずフェン。結構硬いな。避けろ。よし。よし。攻めろ。あ、結構。
構敵攻撃力高え。避けろ。あ、上がった。やべやべやべ。あ、違う、あれ攻撃力上がっただけか。でもそれはあれだな、近づきがたいな。魔法で攻撃するか。お、召喚。おお、おお、ほほ、なるほどね。メムピショすげえけど、じゃあ行こうか。武器ブレス。あー、これは強いね。どれが一番効くかな。スパーク。どうせあれでしょう、魔法の威力はオリバーの魔法力によって変わるでしょう。やべ、見えてなかった。これね、いろんな状態になっちゃうんだよね。状態異常を回復とは言ってもだね、起こすくらいか。やっべ、ヒールオール。あべー、まだ混乱してる。あ、じゃあ暗闇を回復。守る。あー、間に合わない。でも仲間は間に合った。あ、間に合ってない。あ、多分毒か。こいつが強い。いいね。ただね、MP 消費も半端ないですね。あとでコーヒーつけるか買うかしないかな。武器ブレス。召喚いいじゃん。よしよしよし。さて、フェンにも頑張らせよう。あ、今攻撃力上がってんのか。よし。攻めろ攻めろ。よし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 。いいぞフェン。ナイス。よし、戻れ。ヒーロール。うち。守れ。よし。
限り。あんまり効かない。もうちょい。おっしゃ。成長した。ピョン吉もあと5つだな。放水バズーカ覚えた。弱い水技いらないよね。敵を貫通。お、ダンでも進化できるようになりました。まだストームブレード覚えてないんだけどね。どうしようかな。マーク、俺のせいで。あかん、まだ抜け殻人のままや。マーク、オリバー、俺が憎いだろ。友達だなんてもう思ってないんだろ。そんなことないよマーク。あの時俺が溺れればよかったんだ。そうすりゃおばさんは。マーク、やめてよ。そんなこと言っても母さんは。でも俺が車なんて作らなきゃ、あんな事故だって。違うよ母さん、そんなマーク見たら悲しむよ。それに夢だったじゃないか、世界一かっこいい車を作るって。夢？夢だって？バカ野郎、言ったよな。その夢のせいでおばさんは。また俺が作った車で悲しいことがあったら俺は。ねえマーク、母さんは僕らが夢を諦めるのなんて望んじゃいない。二人でよく言ってたよね、町の自動車工場こっそり忍び込んでさ、発明家のおじさんとも仲良くなったよね。たくさん話したよね、工場よりずっとすごい車作るって。それが夢なんだって。母さんに怒られたりもしたけどさ、僕たちがその夢を話してる時っていつだって笑ってた。笑って？だから助けてくれたんだよ、僕たちの夢のために。夢のために。だからさ、本当に母さんのことを思ってくれるなら夢を諦めちゃダメだ。おいオリバー、まさかの展開だけどな、お前自身の心が輝いとるで。夢の心や。なんやオリバーらしい心やな。でもどうするの？もしかして自分に？ああ、物は試しや。オリバー、自分自身に魔法を使ってみ。うん、やってみる。じゃあ自分から心をね。憧れの未来を描く希望の心、夢の心を手に入れました。不思議な感じ。胸の奥がずっとして、心を渡すってこんな気分だったんだね。おう、やってみるもんやなオリバー。よし、待っててマーク、僕の心の力で君を。あ、そうだその前にまだね、技覚えきってないんだけど、スタードロップか。こっちにするとね、結局スパーク覚えるから、スパークがあるとね、いろいろと都合がいいんだよね。機械剣的とかでした時に。こっちにしよう。じゃあエネルギーに。そしてその特に攻撃力はこっちの方が高い、ね、進化。ダンではエネルギーに進化した。いいね、コマンドソルトが一つ増えた。よし、貫禄つけこう。よし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 、あとは補助場所っぽいのか。
いっか、よし。じゃあ、夢のためってなんだよ。俺の夢のせいでおばさんは。オリバー、お前自身から取り出した夢の心、マークに分けてやるんや。うん、僕の心を渡すんだ。ハートキュア。おお、心全部揃った。え、なんだ、なんだこれ。あったかい。オリバー、なんでだろう。どうしてかな。さっきからさ、止まらないんだ。涙が止まらないんだ。心がすごくあったかくなってさ。これはね、僕と母さんからの気持ちなんだよ。夢を諦めないでって。夢を諦めない。母さんの思いに応えるために、僕とマークができることはさ、また夢を追いかけることだと思うんだ。それに母さんのことは、僕が絶対。俺、逃げない。もう逃げないよ。自分の夢から逃げたりしない。約束するよ、オリバー。マーク。オリバー、マーク。俺さ、もっと勉強して大学にも行って、そしてさ、絶対に事故を起こさないみんなが笑顔になれる車を作ってみせる。これは男の約束だ。うん、男の約束。オリバー、そんな格好して遊んでたらすぐ置いてっちゃうぞ。ちょっとこの服は違うんだよ。違わないだろ。おっと、こうしちゃいられないや。お前も頑張れよな。お前自身から取り出した心、正直一か八かやったけどうまくいったな。うん、でもすっかりいつものマークだよ。もう誰も来ないよ。あ、あ、ん、どうした。オリバー遅いの。ずっと待ってたよ。ま、待ってたってココル、ここ僕の家だよ。ココル？あ、今そこにココルちゃんがいるの？うん。僕の家から、家の中から出てきたんだ。もう鍵開けてたかな？ココル、何でも開けれるよ。何言ってるの？もう。それでココル、誰を待ってたの？オリバーだよ。あのね、言いたいのがあるの。ね、オリバーね、何があっても大丈夫？本当のこと見ても平気？本当のこと？うん、心配なの。オリバー、平気？ねえ、ココル、君がどんな心配してるのかよくわからないんだけどさ。僕なら大丈夫だから。ほら、みんなもいるしね。ココルには見えてるんでしょ？うん。オリバー、あのね、あのね。え、今度は何？あのね、ココルはね、オリバーのこといつも見てるから。ね。ココル。それでココルちゃんはなんて？みんなもって聞こえたけど。うん。僕のこと心配してくれてたみたいでさ。でも言ったんだ。みんながいるから大丈夫って。あ、もちろんロンやで。オリバーのことは任せてもらおうか。俺もカウントされてんのか？まあそろそろ付き合いも長いしな。今更何言ってるの？ありがとうみんな。あ、マークが元に戻ったんだから、マグールにも何かあるかも。うん、ゴロネイル王国に戻ってみよう。オッケー。じゃあトレスゲートで戻ります。さて、あとはですね、マグールに会って、木片を返してもらって、フェをね、作りに行かなければならないんだけども、今回はこの辺でやめておこうと思います。なんか人また出てんな。多分夢の心が増えたから、多分それ関係のクエストが増えたかな。うん。今ね、スタンプでかなりすごい、特典がね、出てきてまして、それ欲しいからね、ガンガンスタンプ集めてるんだけど、多分それ取ったらね、すんごいことになりますよ。
はい、というわけで、二の国白き聖杯の女王実況プレイパート42、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見ていけるなー。